とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。タワーシーズン6、ショートカットはできるんだけども、10回までが結構厳しいよっていう人が、何名かいらっしゃるみたいです。それで、そこまで投資でやってくださいということなので、やっていきます。もう、毎日毎日ね、何十回とやってるので、もう慣れに慣れてます。では、行きましょうか。まあ、一度ね、攻略動画も上げたんだけども、そこから若干ね、装備なんかも変わりました。ほんの若干ね、ちょっとだけ装備が変わった感じになってるけども、でもまあ基本は、攻略動画でやった通りです。基本はもうそのまんまでやってますね。でもね、やっぱり、もうちょっとね、早めに、ショートカットができる場所が欲しい。やっぱシーズン5が最高だったんで、ちょっとね、嫌なんだよね。ああ嫌だね。ここはもう別にね、俺ご利用しに行ってます。結構安全に戦うっていう人もいると思うんですけども、俺は結構ね、ご利用しで戦いますね。の方が、なんか簡単にいける気がする。で、特にこの毒を使ってくるやつっていうのをまず最初に倒すようにしてます。こういうスライムとかは後回しでね、の方が断然早くいける気がする。まあそっちの方が安全なんだよね、多分。よっしゃ、 OK。 まあ今回は1階がね、結構難しい感じなんだよね。ここさえクリアできれば、まあ、スーッといけるんじゃないですか。まあまあ他もちょっと難しいとこあるかもしれないけども、まあまあ1階は、まあ今までのタワーの中でも、難しい方じゃないですか。まあ慣れれば別にね、なんてことないんだけど、大丈夫か？あー、ちょっと失敗したな。大体はここね、種をね、うまいこと使って処理していくんだけども、ちょっとうまいこと言ってない。しゃしゃ、この種でね、一撃でゾンビとかは倒せるんで、これうまいこと活用してますね。しゃ、オッケー。あー、本当はね、こっちのゾンビがここら辺まで動いててくれれば同時に駆け出て早めに倒せるんだけども、今回はうまいこといかなかったね。はい、いくよー。なんか羽とかね、いろいろ試してみたけども、やっぱりね、ショートカットできなかったな。ここなんかできそうなね、気はしたのよ。でも気がするだけで全然いけなかった。痛い痛い痛い。なんかね、この入り口のところから上にジャンプできそうなところがあるにはあるんだけど、あれいけないんだよね。いければね、すっげえ早くいけたと思うんだけど、ちょっと残念。よいしょ、あおー、倒しきれなかった。あと2体ぐらいかな。さ、おい、まだいた。あー、いた、お前か。もう、かっこよく決めようと思ったのに、うまいこといかなかった。で、ドーラ、いきます。で、まずここで、処理して、ドーラで倒して、うまいことね、この種を使っていくと、雑魚ゾンビはね、一撃でいけるんで、感じなんだよね。よっしゃ、オッケー。もうレイジが若干鬱陶しいけども、慣れれば別なんてことないですね。終わりか。上に1体いるかな。あー、倒してる。上のやつはね、このトラップでうまいこと
死んでくれるので楽だよね。で行ってスケールクールダウンです。でここ出てきた瞬間に、毒にして起爆だね。もう慣れに慣れてるからもう作業です。これはもう作業で、ここで出てくるこいつらも毒にして一撃で倒すと。で次ここにね2体出てくるのよ。ここ注意だね。あとは大丈夫。あそこだけ注意してもらえれば簡単にいけます。で6階のボス、6階のボスはドラを使って即倒すということですね。おっと危ねえ、クールダウンを1個入れるの忘れてた。いい感じに入れていくとね倒すのが早いからいいよね。うん、しゃ、あとはダメージ受けてもいいんで取り押しでいきましょう。でこの6階のボスなんだけども5階以前でタワーをね、中断して戻って入ると HP が高くなるのよ。なぜかなぜか高くなって、それはちょっと注意した方がいいですね。結構きつくなるんでそこ注意です。まあまあ戻る人はそんなにいないと思うけどね。もしも戻った時は、HP 高くなるので注意してください。はい、で終わり。 TNT はねなんか逆にね使いにくいんだよねこれ。しゃで、この高 HP のゾンビはドラ使って処理でね。はい、おしまーい。うん、やっぱやった感じ1回ぐらいかな。ちょっときついのは、あ、ここら辺もちょっと難しいっていう人はいるかもしんないね。うん、まあこの倒す順番がちゃんと分かってれば楽じゃないかな。とりあえずまずここを処理するでしょ。で次こいつらを呼んできて倒す。あんまり前に出すぎるとダメだからね。でエンチャンターは早めに倒してこう倒します。でこっち2体を倒して OK。 でこっちエンチャンターがいるからこいつはちょっと注意です。うまいこと足止めを使っていくと倒すのも簡単かな。であとは残りはこの上に何体かいる、3体ぐらいかな。ここもうまいこと足止めして1体ずつ処理していけば問題ないと思います。はい、あ、9階も苦手な人多いんじゃない。うん、ここはねエンチャンターをとにかく先に倒すの、とにかくエンチャンターを先に倒すっていうことをやってみてください。そうすると特に問題なくいけると思うけどね。で、あとエンチャントが、ガードストライク、あれがね重要。ガードストライクがあればこの炎の中でもダメージをあまり受けずに倒すことができるのよ。なんでガードストライクは、せめて2位ぐらいはね入れておいた方がいいと思います。はい、まあ残ってれば3人入れてもいいかな。で9回クリア。でここまで来たらあとはショートカットですね。うん、このショートカットの、時間を短縮するために途中でブーツとかあと幽霊マント、そこら辺をしっかりと回収していくといいですね。でここで、ベッグスを取るでしょ。あとはもうとにかくダッシュですよ。ダッシュずっとダッシュしてクリアすれば早いのでいいですね。9階かな、多分難しいって言われてるのが。うん、そこら辺を注意していければいいんじゃないですかね。であとはちょっと急いでクリアをしていきます。はい、
で、そろそろ幽霊マント、あ、違う、これだ、魂のローブだね。ここを取ってビーストバーストとクールダウンを入れていきます。で、ここパワー職人でベグスを上げときます。はい、他のやつ上げてもいいけども、ベグス上げた方が装備のパワーが上がっていくのでおすすめですね。うん、まあ途中でね、装備変えていけば別に問題ないんだけど、まあ、俺はベッグスを一応上げてます。たまにね、パワー上げなさすぎて最後の防具のパワーが105ぐらいで止まることがあるので、そこはちょっと注意してますね。いくぞー。あとはもうゴールに向かって一直線で行くだけ。最後の方で、ちょっとね、装備を変えたりするんだけども、まあ、そこはもう適当でいい。もう実際のところ、ベックスの召喚と、あとこの、魂のローブか。これのビーストバーストあれば、全然勝てるので、余裕ですね。基本何でもいいと思います。けども、俺はまあ大体、やることはもう決めていってるので、こんな感じでいきますね。で、次ここで、弓を変えて、この商人でパワーを上げると。105でしょ。で、次ユニークにするときに112になるので完璧ですね。まあ、もしも105で止まっちゃうよっていう人は、最後の29回かな、そこの報酬で狼を取っていけばいいと思います。そうするとバーストが一枠増えるのでダメージも多く与えることができます。うん、まあまあ多分いけるんだけどね、ミスをしなければ。はい、もう少しちょっと見た目を変えたくてここで、双剣にしたりとかねすることもあるけども、基本はもう何にもなしでいくかな。はい、行きまーす。なんで魂のローブですね。あー、武器と弓を変えてないので105のまんまです。でもこれでも大丈夫だと思う。105でも、3体のビーストバーストでいけるんじゃないかな。で、ここでドーラ。うんで、ここもなし。で、最後に、ここで保険のための狼を取っていけばいいと思います。はい、じゃあ戻りますね。では、行きましょう。多分、別物だけで大丈夫と思うんで、一番、そこまでダメージ変わんない。まあ、5000ぐらい変わるんだけど、多分、ベグスだけでいけるんじゃないですか？試したことなかったな。あ、いけるいける。余裕。パワー105でも、全然いけるっぽいですね。はい。ということで、今日はコメントありがとうございます。1回から10回まで、まあ、あんな感じで、毎回毎回やってますけども、どうでしょうか。慣れるとね、全然、やられることはなくなると思うんですけども、まあやってみてください。慣れるしかないかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。